皆さんこんにちは。今回のテーマは前回に引き続きと言いますか、すいません、ちょっと前回の動画音声が一部乱れてたんですけど気づかずに出してしまいました。同じテーマで練習に適応するとはどういうことかというテーマでお話をさせていただきます。トレーニングっていうのはある意味では体を壊す作業であって、トレーニングそのもので体が強くなる、まあ長距離マラソンが速くなるわけではないんですね。でこれは有名な超回復の原理というモデルがありまして、まあ、トレーニングをした直後っていうのは誰しも一時的に能力っていうのは落ちてます。まあ例えばその高強度なインターバルをした直後にですね、もう一回同じことやれって言われたら、これはまあ同じことは、まあ、それはトレーニングの強度によりますけど、本当に高強度なトレーニングだったら同じことをもう一回できないですよね。もう体が疲れ切ってしまって走力が低下している状態です。で、この状態からとりあえず休めば回復して元の状態に戻ります。まあ、トレーニングする前の状態まで戻ります。そして、その後、まあ、すでに回復した状態から回復するっていう表現もおかしいんですが、さらに回復することによってトレーニング刺激に対して体が適応してトレーニングよりも前の状態に戻ることができます。で、この現象を説明するのによく用いられるのが超回復のモデルっていう、まあ図が出てきてですね、だいたいトレーニングをして、そして48時間から72時間の休息を取ることによって超回復が起きて、そして体が、トレーニング前よりも強くなると、まあ、筋力が向上するというような超回復のモデルという、まあ、有名なグラフがあるんですけど、そのグラフっていうのが用いられることが多いです。でそれ自体は別に間違っていないんですが、この研究結果で非常に多くの人が勘違いしているのが、一貫いいトレーニングしたら48時間から72時間の休憩を挟まないといけないと思っている人が多いんですが、それは間違いなんですね。あくまでもこの実験で、ある実験で筋トレをしました。でその後48時間から72時間の、まあ、回復期間を設ける、間を空けるっていう、そういうプロトコルにおいて超回復の原理が確認されましたっていうだけのことであって、これが、まあ、全てっていうことではないんですね。あくまでもその実験では筋トレをしました、48時間から72時間の休息、まあ、回復期間を設けると超回復の、まあ、原理というか現象ですよね、超回復の現象が確認されましたと、まあ、その研究結果によって超回復のという現象が、まあ、正式に発見されましたというか確認されましたみたいなことですね。まあ、大体こういう実験をする前からですね、現場の人間たち、まあコーチとか選手とかっていうのは、まあそういったことを経験的になんとなく知ってます。で、なんとなく経験的に知ってて、まあそれをきちんと科学的に明らかにしようというよりは、まあ確認しておこうと。ちゃんと論文書いて、まあちゃんとその証拠を残しておこうというようなものだというふうに思ってください。で、その結果、まあ、超回復の原理っていうのが、まあ、確認されましたよということですね。で、ここで重要なのは、そのトレーニングをして48時間から72時間休むっていう、その具体的なプロトコル自体は別に重要ではありません。超回復の原理っていう原理がありますよということを理解することが大切なんですね。だからまあ一番重要なのはですね、トレーニングをしてもそれだけで速くなるわけではないということを、まあ理解してほしいということですね。だからただこれ自体はほぼ全員理解してると思います。まあ、ちょっとトレーニングをかじったことがある人だったら多分全員知ってると思います。まあ、だから先ほども申し上げました通り、まあ、かじってるがゆえにそこ勘違いしてる人がいるんですけど、別に48時間から72時間休まなきゃいけないわけではないというところは理解しておいてください。で、まあ、話を戻しますが、そういう原理があるってことはみんな知ってるんですけど、その時実際体の中で何が起きてるのかっていうところまで知ってる人はあまり多くありません。この時実際に体の中で何が起きてるのかって考えたことありますか？このトレーニングから回復する、そして適応する、この過程の中で何が起きてるのかって考えたことありますか？実はこの時起きてる現象っていうのはですね、細胞の生まれ変わり方が変わっている、もう少し言うと細胞の記憶構造が変化しているんですね。人間の体にはだいたい100兆個前後の細胞があるというふうに言われています。で、この数字は学者によって言う数字が違うので、まあ、60兆って書いてる人もいるし、137兆って書いてる人もいるし、まあ、約100兆と言ってる人も今いるんですが、まあ、だいたい間を取ってここでは100兆ということにしておきましょう。で、だいたいその100兆個ある細胞が
だいたい毎日 1% ぐらい生まれ変わってるらしいんですね。で、皆さん3ヶ月経ったら体の中の細胞全部生まれ変わるっていう話聞いたことないですか？1日 1% 生まれ変わるっていうことは3ヶ月で、まあ、約90日ですよね。90日でだいたい 90% ぐらい細胞が生まれ変わるという計算になります。で、これは例えば筋細胞なんかは2ヶ月ぐらいで生まれ変わるし、胃なんかはなんか5日ごとぐらいに新しい胃になってるらしいですし、で、脳細胞なんかは非常に生まれ変わる速度が遅いというようなことらしいです。まあ、これは私自身が実験したわけじゃないんで分かりませんが、まあ、そういうふうに言われているということですね。まあ、いずれにしても細胞が大体生まれ変わってますよと。で、ただそうするとですね、大体100日で完全に別人にならないとおかしいんですが、100日経っても完全に別人にはならないですよね。例えば私の顔なんかもどんぐらいですかね、高校生ぐらいからほぼ変わってない気するんですが、まあ10年近くほぼ顔変わってないと。で、これなんでなのかっていうことなんですが、それは細胞の中には細胞核というのがまあ真ん中にありまして、その細胞核の中には DNA、 まあ遺伝子ですね、遺伝子があるんですね。で、遺伝子って何なのかっていうと、要は情報のことです。だいたい池上秀幸ってこういう人間ですよっていう情報が含まれているのが遺伝子です。で、細胞が生まれ変わるときには、その遺伝子情報に基づいて生まれ変わるので、基本的に私の細胞が生まれ変わっても池上秀幸の細胞なので、まあ、100日程度であればですね、私の顔なんかそんな変わらないということですね。で、ただですね、じゃあ本当に変わらないのかっていうと、そうでもなくて、ちょっとずつ変わっていきますよね。まあ、それは顔も変わるし、体だってトレーニングしたら変わっていくじゃないですか。あれなんでなのかっていうことなんですが、それは遺伝子っていうのは、まあ、遺伝子の中に様々な情報が含まれていて、それらが全て実際に形になって現れているわけではないんですね。例えば私も必ず肥満の遺伝子って持ってるはずです。だけど私がデブじゃないのは肥満の遺伝子が発現していないからです。発現っていうのは発見の発、まあ、出発の発に現れるという漢字を書いて発現というふうに読みますが、発現してないからです。で、じゃあどういった情報がそこから引き出されるのかっていうのは、それは体にかかる刺激によって変わります。まあ、例えば私の場合は人と比べて速いかどうかっていうのは別にして、私の中では比較的長距離走マラソンっていうのが得意なんですが、なんで私が長距離走マラソンが得意なのかって言ったら、長距離走マラソンの練習ばっかりしてきたからですね。一方で短距離の練習っていうのはほとんどしてきてないので、別に短距離そんな速くないと。あるいはそのバスケットボールとかテニスとかっていうのはほぼやったことないですから、別にバスケットボールやってもテニスやっても下手くそと。それはなんでかって言ったら、やってないから、それに関連する遺伝子情報っていうのが、まあ、私の遺伝子の中から引き出されてないからなんですね。要は発現してないんですよ。で、この遺伝子情報が引き出されるときっていうのは、細胞が生まれ変わるタイミングです。細胞が生まれ変わるタイミングで、基本的には前回の情報の引き継ぎがなされてます。これはまあ会社もそうですよね。会社も別に人はどんどん変わっていきますけれども、ちゃんと業務の引き継ぎというものが行われている限り、その会社の業務内容っていうのはほぼ変わりませんよね。それと同じで、細胞も生まれ変わるときに前の細胞の情報をこう引き継いでいくので、細胞が生まれ変わっても、まあ、基本的には同じ人間であると。ただトレーニングというような刺激をかけたときに、そのまあうまいことですね、その細胞の生まれ変わりっていうのが行われれば、その遺伝子情報の中からそのトレーニング刺激に対する情報っていうのが引き出されていきます。で、それを何回も何回も何回も繰り返していくうちに、まあ、大体1日 1% ぐらい細胞っていうのは変わっていきますから、まあ、3ヶ月もすればですね、まあ、正しくトレーニングすれば別人になっていくということですね。で、ただこの細胞の生まれ変わりがきちんと正常に行われるには条件があって、自分の体が持っている細胞の自己統制能力、まあ、細胞を管理する力ですね。で、この細胞を管理する力っていうのは、本当にトータルの総合的な生物学的なエネルギーだというふうに思ってください。で、じゃあその生物学的なエネルギーって一体何なのかっていう話なんですが、我々が生命を維持する上で、全ての生命活動においてエネルギーっていうものを必要としています。
例えば心臓を動かすとか呼吸をするとか体温を維持するとか、まあ今私がこうやって話してるのもそうですけど、すべてエネルギーを必要としています。で、そのまあ一過程というか、例えば心臓が動いてるとか話してるとかっていうぐらいだったら、まあわかるじゃないですか。自分で普段は意識しないけれど、まあ、呼吸してるなとか、心臓に手当てたら動いてるなとかわかるじゃないですか。だけど、そう、わからない範囲内でも、その細胞っていうのはエネルギーを生み出して、まあそのエネルギーで、例えばトレーニングで傷ついた細胞を修復したりとか、まあ、細胞を生まれ変わらせたりとか、まあ、そういうことをやってるんですね。で、そのエネルギーですね。要はその体が自分が持っている細胞が生み出しているそのエネルギー量っていうものが、その自分が修復しようとしているダメージと比べた時に、まあどっちが大きいのかっていう話です。で、私の YouTube 動画って、基礎体力が重要だっていう話をもう何回もしてるじゃないですか。で、実はこの基礎体力っていうのがこの細胞のエネルギーを生み出す能力だというふうに思ってもらえると分かりやすいです。で、もっとこう細かく言うとですね、ミトコンドリアという器官が体の中にありまして、まあ細胞の中にあるんですけれども、このミトコンドリアの中で人間は酸素を使ってエネルギーを生み出しています。で、生物学的に呼吸といった場合には、これは酸素を使ってエネルギーを生み出すことを呼吸というふうに言います。日常言語における呼吸っていうのは、まあ息を吸って吐くのが呼吸なんですが、生物学的に言えば呼吸っていうのは酸素を使ってエネルギーを生み出すのが呼吸です。で、この呼吸を行っているのがミトコンドリアの中なんですね。で、まあ人類だけじゃないですけれども、まあ生物っていうのは陸の上に上がって、酸素をエネルギーに変えることによって大きく発展したというふうに言われていますが、人間もこのミトコンドリアで酸素をエネルギーに変えて、生物として発展してきました。まあ特に脳みそが発展してきました。で、このミトコンドリアの機能とかですね、ミトコンドリアの、まあ、数っていうのが人によって違って、で、このミトコンドリアの機能とか数っていうのが中強度の持久走を中心に練習を組んでいくと向上していくんですね。で、結局ミトコンドリアの数が多かったり機能が強いと、この生物学的なエネルギーをたくさん生み出せるので体の回復が早くなるんですよ。だから中強度の持久走をまずしっかりとやって基礎体力を向上させることによって、まあ体の回復も早くなるし、体の回復が早くなるっていうことは、要は細胞単位で生み出せるエネルギーの量が大きいということなので、トレーニング刺激に対して適応する確率が高まるんですね。だからそれを先にやっといた方がうまくいく。だから中強度の持久走を中心に練習組むことを土台作りっていうふうに言ってるんですよ。まあ結局アーサー・リディアードがマラソンコンディショントレーニングっていう名前で呼んでますが、まあ私の中強度の持久走と一緒ですね。結局考え方自体は一緒です。で、それに加えて、その細胞の生まれ変わりを、こう、まあしっかりサポートするってなった時に、マイナスの要因を入れないっていうことも重要で、で、そのマイナスの要因を入れないっていうことが、まあ要は食事なんですね。食事って何を食べるかよりも何を食べないかの方が重要で、まあ、例えばその化学添加物とか化学調味料とか、人工甘味料とか保存料とかpH調整剤とか乳化剤とか、まあ、そういったものをたくさん食べてるとですね、体の中で炎症反応を起きてしまうんですね。で、炎症反応を起きてしまうと結局そっちも対処しないといけないので、体の回復が遅れます。まあ、仕事とかしててもそうじゃないですか。厄介な問題が積み重なったら重要な問題にエネルギーを注げなくなってしまうじゃないですか。それと同じで、その体に良くないものを食べてるとそっちを先まず対処しないといけないので、まあ、トレーニング刺激に対して適応するという重要な作業にこう力を注ぐことができなくなってしまうんですね。だからまあ回復も遅れるし、トレーニング刺激に対する適応も遅れると。だから文字通り食事によって総力って変わると思います。で、それから睡眠ですね。細胞の生まれ変わりが一番スムーズにいくのは寝てる時です。だから睡眠時間と睡眠の質、この両方が大切です。まあ、ちなみに子供って寝てる時間長いじゃないですか。子供の場合はその細胞がただ単に生まれ変わってるだけじゃなくて、細胞分裂でどん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 その細胞の数が増えていってるんですよ。で、結局その細胞分裂が行われている時間も最も活発に行われているのは寝てる時なんですね。だから子供っていうのは寝る時間が大人よりも多いっていうのは当たり前のことなんです。もう細胞分裂して細胞の数が増えてますから、まあ、大人になったらもう細胞の数っていうのはもうそれ以上増えないんですけれども、まあ、やっぱりその体の機能を正常に保つ、そしてトレーニング刺激に対して、優位に適応していこうと思ったら、やっぱり睡眠の質と睡眠の時間と、この両方がまあ重要になっていきます。まあ、だから長距離走マラソンっていうのは本当に
トレーニングだけ考えてたらダメで、やっぱりリカバリーと、それから、まあまあリカバリーが重要で、そしてそのリカバリーの二本柱っていうのが食事と睡眠ということですね。で、それに加えてですね、やっぱり世の中回復を早めるサプリメントとか、まあ酸素カプセルとかマッサージとかいろいろあります。で、いろいろあるんだけれども、中強度の持久走をしっかりと行うことによって、そもそもの回復力が高まるっていうところを、なんかもっと多くの人に知っていただきたいなというふうに思います。だから市民ランナーの方でよくあるがちな間違いっていうのが、低強度な練習と高強度な練習だけで組んでしまって、中強度の持久走が全然ないっていうのが、まあ市民ランナーの方によくありがちな間違いですよっていうふうに言ってるんですが、まあそれなんかですね、要はその基礎体力がついてない状態で、結局高強度なトレーニングをしてもなかなか体はその刺激に対して適応することはないと、まあまあまあゼロではないですけど、なかなか適応していかないということですね。というわけで、今回の内容は以上です。最後に長距離走マラソンが速くなりたい方にお知らせです。私がこれまで長距離走マラソンが速くなるために学んだ様々なことを A4 で580ページにわたって書き連ねたランナーズバイブルという書籍があります。弊社でもこれまで1500部以上売れていまして、一番人気の書籍なんですが、こちらの書籍を100部限定で再入荷しましたので販売しております。まだお読みに慣れてない方のうち、長距離走マラソンが速くなりたい方は必ずこの動画の概要欄をご覧いただいて詳細ご確認ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。There's no time for regrets. I've been flying from town to town.